まずはマイクロマックスクラスから間もなくのスタートとなります。周回数は10周です。急遽レインタイヤがはめられておりますマイクロマックス、新品のレインをいきなりうまく操っていけるドライバーはどれぐらいいるんでしょうか。さあ上位の方は整ってまいりました。それではマイクロマックスクラススターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー17番ティームエマティ中井春人。ポールからのスタートをゲットしました中井。このまま雨でもねかなり練習しているという情報が入っております。ぶっちぎっていくかもしれません。どんな動きを見せてくれるでしょうか。続いてセカンドカーナンバーは77番です。チャイナフューチャースピード遠藤。先ほどは三つどもえになっておりました2番手の遠藤、決勝もイケイケで前を狙っていきます。3番グリッドカーナンバー3番 RGB レーシンググリフィン。さあグリフィン今左右に左右に切って様子を見ておりますね。4番グリッドカーナンバー14番 K-TECH with ピーターパン田中龍河。5番グリッドカーナンバー15番ティームエマティ中井優斗。6番グリッドカーナンバー66番 DJI レーシングニューマン。A か7番手カーナンバー、あら55番がいませんね。あららら箕浦良樹、あれさっき来てたと思ったんだけど、あ何か作業の必要が起きちゃったんですね。ああ箕浦君大丈夫かな、間に合うかな。続いて8番グリッドカーナンバー88番チャイナフューチャースピードクインティン。9番グリッドカーナンバー16番の塩田総一郎。10番グリッド30番です徳岡大河。11番グリッド8番秋枝陸。12番グリッド20番シェンチェユ。13番グリッド9番市川俊樹。さあ箕浦良樹なんとか間に合ったか。ギリギリですね、本当ギリギリ。危なかった、間に合いました。箕浦良樹、16番の前ですね。15と16の間です。そうです、そこです。時間ギリギリで間に合って滑り込みセーフ、よかったですね。決勝も攻めていってください。さあそれではメカニックの方は退避をお願いいたします。マイクロマックスちょっとローリングのスピード早めかなというところですが、最終コーナーから立ち上がってきました。スタートは切られました。スタート10周の決勝今スタートです。いいスタートを中井春人が切っていきました。その後ろグリフィンがついていきます。アウトサイドにいるエンゾと田中龍河はどうでしょうか。エンゾがちょっと大外まで行っちゃった感じがありますが、ヘアピンに向かってまずは中井春人、2番手にグリフィン、そして3番手にエンゾが戻りまして4番手に田中龍河。5番手ですがこちらはニューマン。ニューマンがポジション1つ上げてきまして、そのままタコツボへ入ろうとするサイドバイサイド。さあどっちが前だ。トップは頭1つ抜け出したけれども、2番手がサイドバイサイドのところから今一列ギリギリのところでかわして前に上がってきましたのはエンゾです。3番手にグリフィンがぴったりつけています。4番手に田中龍河。バックストレートエンド、まだ温まりきっていない、グリップしないタイヤをドライバーコントロールしています。最終コーナーから立ち上がってまいります。ホームストレート、トップ中井の後ろにぴったりとエンゾがついてくる。3番手グリフィンの後ろ田中龍河は少し離れた。5番手また少し離れてニューマン。6番手はそんな後ろから中井優斗がピタッとつけています。さあトップなんですけれども、これ分からなくなってまいりました。2コーナーから3コーナーエンゾの方が前に出てきた。エンゾトップに浮上、インガー守りながらヘアピンに入っていきます。どのドライバーも結構無理な、ね、ドライビングができないコンディションになっておりますので慎重に走っています。エンゾもそして中井春人もいつものイケイケの感じはあまりない。しかしながら序盤からバトルを繰り広げてエンゾがトップに浮上してまいりました。バックストレート3番手グリフィン、4番手田中、5番手にニューマン、6番手に中井優斗、そして7番手は箕浦良樹、8番手には徳岡あたりが
上がってきたが、いや8番手なんですけど、これ白いヘルメットですね。センチュかな、それともクインティンかな。最終コーナーから立ち上がってきます。さあ8番手はカーナンバー88番のクインティンですね。その後ろに明枝がいて、徳岡がいて、塩田がいてという形になっております。大きく前からは離れてしまったのがシェンと市川、それぞれ単独で走っています。さあ雨足の方はちょっと止まっているでしょうか。一時タタタッときましたこの雨なんですけれども、さあ2番手3番手入れ替わっていく中井春人なんですけれども、エンゾにパスされてからちょっと前についていくというよりは慎重に、本当に慎重にという感じで、今グリフィンの方がタコツボで前に出てまいりました。グリフィン2番手に浮上です。3番手に中井春人、4番手田中龍が、5番手ニューマン、その後ろから中井優斗という状況になりました。さあトップエンツォ、後ろを離せるでしょうか。これで3周終了です。さあエンツォ、グリフィン、そして3番手4番手争いがサイドバイサイド。中井春人がちょっとなんか苦しんでますね。思ったように走れていないような感じですが、グリップをなんか確かめるようにしながら今ヘアピンへも入っていったんですけれども、後ろからニューマンが結構元気が出てまいりまして、3番手争いです。中井春人、田中龍が、そしてニューマンと、この3台が前についてまいりました。6番手には中井優斗が単独です。なんとか前に追いついていきたいところ。そして少し離れまして7番手争いからは箕浦涼輝が頭一つ抜け出してきました。その後ろクインティンを先頭に4台のバトルとなっています。ホームストレート4周終了。エンゾのペースがいいですね。依然としていいです。エンゾ1分00秒1というところ。ただしグリフィンがわずかながらそのファステストを上回るタイムを叩き出してまいりました。トップ2が3番手以降引き離してこのまま一騎打ちになっていくのか、3番手の中井はそろそろ路面がつかめたか、そんなセッティングで大外しするっていうことはなさそうなんですけれどもね、雨の練習もすごくしていたということなんですが、この微妙な路面コンディションというのはドライバーにとってはものすごい精神力を、集中力も要求されますから、さあそのあたり思い切って走れるようになったらまた本来の速さが取り戻せてこれるんじゃないかと思うんですけれども、中井春人現在ちょっと苦戦中。その後ろ田中龍我が先頭になって4番手争い3台になりました。田中龍我、ニューマン、そして中井優斗という3台です。さあトップ2エンツォの後ろからグリフィン、ペース上げてきた。グリフィンが59秒台に入れてきた。ペースが上がってきています。59秒台に入ってきました。さあエンツォの後ろからグリフィン、スタート前は右へ左へハンドルを切って様子を確かめていたグリフィンが今ヘアピンへとアプローチをしていきます。エンツォの後ろ、体型的にはエンツォががっしりほっそりしているのがグリフィンという感じですが、さあ後ろからだんだん追いついてくる。いけそうなぐらいの前に飛び込んできた。トップを走っているエンツォはこうなるとちょっと苦しいです。自分自身だけのマシンの挙動を感じ取ってスピードを上げるか、それともセーブするか考えないといけない。後ろから思い切って前のドライバーについていくことができます。路面がだんだんと乾いてきました。ここで情報入ってきました。エンツォ7キロオーバー、7キロオーバーウェイト、がっしりしてた。確かにがっしりしてたエンツォ。さあその7キロオーバーで頑張ってる。後ろからグリフィンは明らかに身軽な感じだ。1コーナー、さあクロスを取っていく、クロスを取っていくけれども入りきることはできません。エンツォの後ろにつくだけの感じになりました。エンツォとグリフィン、残り周回数は4周、レースは後半です。タイムの方は明らかに上がってきた。59秒台半ばまで上がってきそうです。今ファステストは59秒682。さあそして中盤の中でもバトルが起きていますね。箕浦涼輝とクインティンあたりでバトルが起きています。今タコツボへと向かっていくところです。さあトップはエンツォ、2番手にグリフィン、3番手中井春人、前からも離れ後ろからも離れという感じですね。
4番手ニューマン、5番手田中龍河となっております。かなり離れまして6番手は中井優斗。さっき の、 中盤のあたりでバトルを起きていたのはこの中井優斗らのですね影響だと思われますけれども、前から大きく離れてしまいました。さあその後ろカーナンバー88番と8番が横並びになっています。明枝陸が1コーナーインサイド飛び込んでいきまして、明枝7番手に浮上。7番手争いは5台のバトルで現在3コーナーを通過するところです。トップ2はエンツォ、後ろを振り返りました。グリフィンがイン側に飛び込んできそうだったが、これを抑えます。グリフィンの方もあと一歩というところで決め手がないというような展開ですね。さあしかしバックストレッチ、今度こそとイン側入る。エンツォは寄せられない。このままインサイド飛び込んでいきました。グリフィントップに浮上。さあエンツォはこれでトップ陥落ですが、まだぴったりついている、まだ分かりませんよ。残り周回数2周です。残り2周、そして前の2人が競り合ってくれれば、中井陽斗も手の届く位置までやってまいりました。タイムがどんどん上がっていく。みんな上位は59秒台に入れてきています。トップグリフィンは59秒6、3番手の中井陽斗が59秒0です。路面が乾くのを読む方に振ってたのでしょうか。中井陽斗終盤になって急激にタイムが上がってまいりました。さあトップグリフィン、2番手エンツォ、そして3番手にわかにタイムが上がってきましたのが中井陽斗。路面の乾き具合と思いっきり競争しているかのような中井陽斗です。バックストレッチに入っていきます。残り周回がだんだんと少なくなってくる。4番手ニューマン、5番手中井優斗、その後ろを大きく離れまして徳岡大河ということになります。最終コーナーから立ち上がってまいります。トップ5です。これがファイナルラップ。さあ中井陽斗は59秒047を出しましたが、トップのグリフィンは58秒台に入れてきました。2番手のエンツォと3番手中井、さあ中井インサイド飛び込んでいく。チャンスは逃さない。しかしクロスを取ってくるエンツォ、立ち上がりはどうだ。エンツォに軍配、前から離れた。中井陽斗は思いっきり前に体を倒し込みます。タコツボ、入れ替わりはありません。バトルが起きているのは6番手7番手争い、徳岡と明枝、そして少し離れましてクインティンの後ろ、ドロップしてしまった田中龍が、そして美濃浦と塩田ということになりますが、入れ替わりはありません。上位もここまで最終コーナーへと向かっていきます。トップで帰ってまいりますのはカーナンバー3番です、 RGB レーシンググリフィン。見事トップでチェッカー大喜びです。2番手エンゾ、3番手中井陽斗というオーダーとなりました。さあエンゾウェイトでも上回っておりましたグリフィンです。このグリフィンはですね、今シーズンずっと参戦していたんですけれども、第5戦第6戦が参戦がなくて、すごく久しぶりのこの水波のレースということになりますね。だいたいそうですね、6ヶ月ぶり、半年ぶりということになります。で今まで出てきた中で今シーズンは優勝はありませんでしたグリフィン。今回は本当に力強いガッツポーズ、手応えをつかんだぞ、来年は行くぞ、そんな感じかもしれませんね。さあ小さめのチェッカードフラッグを渡されました。あれかわいいですあのチェッカードフラッグ3マスぐらいしかありませんけど、めちゃくちゃかわいいです。さあグリフィンがその旗をなびかせて帰ってまいります。